たりしますね。昨日もずっと仕事中もすごく乾燥してて、昨日もパックしました。普通にシートパックですけど、シートパックのパックでもやっといいですね。全然違いますね。でもそれでも乾燥してます。乾燥しますか。ちょっと上げちゃいますね。はい。シリーズでお顔だと初めて知った。あ、そうですね。お顔にはやったことないですか。肌にちょっとやらせてもらったから。すっごいしっとりするので。あ、そうなんです。洗顔から分かると思います。すごいしっとりしてるのが。ただやっぱり最初クレンジングからしていきますね。クレンジングしないとかって方多いんですけれども、一番実は重要で、油性のフォローをする通りなんですね。なので、
すごい成長だったりとかするんですけど、そうするとやっぱりクレンジングした後突っ張ってしまったりとか、洗顔もそうですね、洗顔した後突っ張ってしまうのは本当に肌の必要な汚れ成分を取ってしまってるので、ちょっと蒸しタオルで乳化しながら綺麗に拭き取っていきますね。乳化とかは聞いたことございますか？はい、水タンブラーをなじませてあげるので、結構これ知らない方も多くて、クレンジング乳化の時に一番汚れが浮き出てくるので、オイルとかクレンジングをなじませてる時間よりも乳化をしっかりしていただくとツルツルになります。なんかすごい明るくなった感じします。ちょっと小鼻周りとか触ってみてください。ツルツルになってませんか？はい、そんなになんか突っ張る感じないと思います。あ、そうですね、突っ張ってない。植物性のオイルを使っているのと、あとアンチエイジング成分とか美白の成分とかたっぷり美容成分入っているので突っ張らないオイルなんですね。なんでこれであのマッサージオイルにもなるくらいすごい肌に優しいので、あんまり長い時間クレンジングしておくと良くないイメージあると思うんですけど、これならマッサージも一緒にできる。だから結構しっとりします。突っ張んないですよね。むしろなんかスベスベでちょうどいい感じで、これがリカバリーウォッシュです。あ、これがそうなんです。そうです、ね、すっごいふわふわで、これほんと乗せておくだけでしっとりするので、くれるので泡の服をしていきます。ホワイトウォッシュもすごい保湿成分がたっぷり入ってるんですけど、それ以上にしっとりさせてくれるので、ただやっぱり美白力で言えばホワイトウォッシュの方が
よね。
そうですよね、時間とか、私はもう本当に3年前ぐらいまでのちょっとコロナとか全く使って余裕なかった。そのままずっと基本シャワーはい、それは体が使えるからちょっとなんか全然違いますよね、使えると違う。どんどん溜まってくる。なんか昔は全然大丈夫だったのに、溜まっていきますよね。睡眠とお風呂とやらないとなんか悪そうね。3年前とは明らかに違いますよね。感じます。1日ぐらいちょっと寝ない日があっても呼んでいけたのにもう無理です。
でダーツやってます。さすがですね、はい、特にこれからの時期はあの手のひらがすごい乾燥するので、はい、手のひらに栄養分取られちゃうともったいないのでコットンでしっかりつけてあげること、あと特にこのリカバリーシリーズはあの4種類のヒアルロン酸が入ってるのを話して聞きました。あ、聞きました。なので大きさも全く違うヒアルロン酸で、あの中に入るヒアルロン酸だったり外で守ってくれるものだったりがあるので、パッティングをすることでよりこう奥にどん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 入っていきます。やっぱり化粧水とかって表面につけてても全く効果ないので、中にしっかり入れてあげるっていうことも大切で、中にしっかり入る目安っていうのがあって、ちょっと肌触ってみてください。冷たくなってるの分かりますか？Baby.